はい、ニャンパーす。なんか動画撮るのめっちゃ久しぶりやな。今日は別にそんな伝えることないから近況報告みたいなもんだけど、俺 GA に応募したじゃん、ショーで。それの報告が返ってきたから一応話そうと思ったんだけど、あれやっぱ他人に見せちゃダメな感じの厄介で書いてあったからさ、画像とかは見せらんないんだけど、まあ結論言うと5段階評価くらいかな、5、6段階評価の2番目くらいだったね、リアルは。なんでそんな高いのかよく分かんなかったけど、なんか思ったより高くてびっくりした。もう片方、俺が自信あった方より高かったのはちょっと腑に落ちなかったけど、まあ端的にまとめると、世界観も面白いし、そのキャラクターの二面性もちゃんとしっかりしてるし、あと文章力も高いからシリアスな雰囲気が伝わってきて読めちゃうし、まあ面白いってことが書いてあったんだけど、やっぱりね、バッドエンドにも程があるっていうのと、あとビルの中で終わるじゃん第一巻は。だから池袋にする意味がないっていうのと、エピローグ的な感じで終わるじゃん俺のあの一巻は。で東条がどうなったか分かんないのが終わるからさ、消化不良になるっていうのが書いてあったね。まあ、その最後の3つの欠点なんだけど、全部やっぱり小あの投稿版で解消できてるっていうのが、本当にこの作品がショーに適してないっていう、まあ、一番の欠点なのか。もうそんなこと分かって出してたから、そこまで悲しくもねえし、もう分かってたことだからね。でもそれ言っちゃえばそれ以外は完璧ってことなんよね。だから俺のあの投稿してる作品はもう完璧ないよね、本当にもう完璧ないよ。なんで撮んないんだろうね、ネット大賞。あ、そう、ネット大賞でこれちょっとまずいと思ってることがあるんだけど、あの格山の大賞出してたじゃん俺。そう、それで去年のよりだいぶ連絡とか、連絡っていうかさ、なんかその公式のホームページとかで発表されるもんだと思ってたから、まあ事実されてるんだけど、遅いなと思って、なんか落ちたら落ちましたみたいなのが来ると思ってたからさ、ずっと待ってて来なかったから、あ、俺落ちたんだなと思って、そのリアルも今回出した電撃に応募しちゃったんだけど、今日格闘の対象の方を見てみたらさ、あれ最終選考に通ってんだよね俺の作品これちょっとまずいんじゃねえかなって今思い始めてて、ね、いやでも電撃ので通るわけがないんだよね一時で。だから落ちてっていうか、この俺の心配は格闘の対象の方で受賞したらっていう前提だから、そんなに心配することでもないのかもしれないけどさ、やっぱそこは期待しちゃうじゃん。まあ、ネット大賞なんて読者選考通過したらもう最終だからね、2次しかないみたいな、そんなもんだし、去年落ちてるから受かるかどうかも分かんないけど、もし格読みで通っちゃったら俺電撃の人に電話して謝んないといけないからさそしたらもう運悪かったら格読みのその大賞を受賞した方も、いやそんな応募要項も守れないような人はうちはいりませんみたいな感じで断られちゃったりしたら、俺もうマジ生きていけなくて本当に異世界転生しちゃうからさ、ちょっと今無意味な心配してるんよね。 GA に出したもう片方の小説は、まあ次の格読むで格読む大賞だっけ、12月かな今年の、いつもそんくらいだよね。あれ俺1年に2回くらい開かれてると思ってたんだけど、まあ、1年に1回なのね、格闘の大賞って。そこで1話からその期間中に全部出して
それで勝負しようと思ってるからさ。まあ今年の12月には新作が出ると思って期待しててくださいよ。で今回電撃に出した俺の本命がようやく書き上げたラブコメってね、もう多分今までで一番力入れたよ本当に。俺クマできたもん。初めてで自分の目の下にクマができた。あ、こんななるんだってびっくりした。永遠にずっとそのことを考えて一日中過ごすからさ。で帰ってきたら即パソコンに向かって書くから、もうなんか体調悪かったんかな、そんな感じはしなかったけど、でもクマはできてたね。最終日投稿した日に自分の顔見てびっくりした。今回出したラブコメはね、まあ、ちょっとあのナロウとかかけもにも10ぐらい出てる気がするけど、バカ面白いよ本当に、うん、自分でもびっくりしたよ。自分で書いてストーリー、文章、会話、テンポ、掛け合い、起承転結、すべてがもう完璧だよ完璧。キャラクターもびっくりしてる本当に。これで撮んなかったらね、もう俺にはその感性というか文章を書く才能ないってくらいの自信作。今回あの友達と二人三脚的な感じでずっと書いてたんだけどさ、やっぱ一人じゃどうしてもさ自分の目だけじゃひいき目になっちゃうからさ、やっぱ作者だから面白いと思って書いてるからさ、もうどんだけつまんないものでも面白く感じちゃうんだろうね俺たち書いてる目は。やっぱ第三者視点が入んないとね、作品っていうのは消化されないんだよ。だからそれを俺は認めた上で恥を忍んで友達に一から手伝ってもらったんだけど、俺全然もうファンタジーが大好きだからさ、ラブコメとか全然見ねえんだけどさ、そう、それでそいつラブコメ好きだから、まあラノベはあんま読まないって言ってたけど、多分俺より全然造形深いから、そう、そいつのおかげでね、そいつのおかげでそのなんだろう、根幹が決まったと言ってもいいくらいの小説だからね。これが受賞した暁にはまあファミチキくらい奢ってやろうと思ってるけど、そいつはね、俺がデビューするまでに先行投資として金のない俺にいろいろ奢ってくれてる。マジで生命線みたいなやつだから、ほんとね足向けて寝られねえんだけど、本当に受賞したいよ今回。これで受賞しなかったら本当に一回考えるね、やり方。2時を通過しなかったらあれで、つか最終まで行けなかったらだいぶ落ち込むわ。でも言うても電撃だからね、日本一だよ。あの作品がどこまで勝負できるのか僕は気長に待ちますよ。まあ受賞とか賞の話はこんくらいかな。で新しい8巻、7巻だっけ、次リアルはみんな待ってくれてると思うんだけどね、ちょっとこれは先に謝らせてほしい。すまないけどもうちょっと待っててほしいんだわ。今俺あの VTuber にガチ恋しちゃっててさ、ラプラスダークネスっていうホロライブの VTuber なんだけど、いやもう初めてアイドルというものに恋をしてしまってね、こういう気持ちなんだね、あのアイドルオタクっていうのは。俺今までアイドルなんて全く興味なかったし、 AKB なんて全員同じ顔だと思ってたからさ、今も思ってるけど、いやでももうバカにできんわ、もうね、もう分かっちゃったからそいつらの気持ちが。俺中初恋が確か小5か小6くらいだったけど、で中学の時にピークの恋を迎えてたんだけど、その時と同じ感情が芽生えたんだよね。これはもう末期なのかね。でもみんなガチ恋ってこういうもんなんじゃないの。本当にね、本当に恋しちゃったのよ、恋しちゃったの、びっくりした自分でも。もう一回さ、そのラブコメ書いてる間にそのガチ恋しちゃってさ、ちょっとやばかったんだけどさ、今はちょっとだけ持ち直してるね、うん、精神状態安定してる。
その方の誕生日がね5月25日なのよ。なんか渡したいじゃん、やっぱりお誕生日プレゼントというものをあげたいわけよ。俺たちオタクはさ、やっぱ金払ってなんぼだからさ、日頃からそうスパチャは俺月2回1000円って決めてるんだけど、さすがにもう生活が厳しい状態でそんなスパチャしてもさ、なんか思いが乗らないっていうかさ、だからそこはちゃんと決めてるんだけどさ、やっぱり誕生日には何かあげたいわけよ。だって恋してんだもん俺、好きな女には何かあげたいでしょ。でラプラス総帥はね、めちゃめちゃそのオタク文化に精通してるわけよ。そこに惹かれたのも多分一つあるんだろうけど、漫画はめっちゃ読むし、アニメもめっちゃ見るし、音楽の才能もあるし、絵もうまいし、趣味は美術館とかで絵の鑑賞することだし、なんかもう多岐にわたってんだよね。でその一つにラノベがあるんだけど、ラノベあんま読まないって言ったけど、めっちゃ本は読むらしいからさ、そういうラノベっていうものも知ってるからさ、で俺ラノベ作家目指してるじゃん、じゃあなんか文章送りたいなって思っちゃったんだよね。だから総帥を主人公にした、そのさすがに一冊丸々書くのはもう多分体力的に精神的に無理だから、今の30、40か50くらい、最高でも最長でもそんくらいの総帥主人公の物語をね一つ書いて誕生日に送ろうと思ってんだけど、だそのためにちょ、これ別にその厄介オタクじゃないよね、このファンレターとさ一緒に同封してさ、もしよかったら見てくださいっつって、本当にいやもうめんどくさかったら捨ててもらって構わないんでみたいな感じで送ろうと思ってんだけど、だってさすがに食べ物とか嫌じゃん、その知らねえやつからさ送られてくるさ、美味しいですよなんつって食べ物さ気持ち悪いしさ、その物を送られたってさ、そんなもうなんか顔も上がらねえような、もしかしたらドゥフドゥフ言ってる気持ち悪い豚みたいなオタクからそんな物を送られてる来ても嫌でしょ、僕アイドルだし、だ物も違うじゃん。やっぱりなんか後にも残らないし、そんな危機感がない、まあそのなプロデューサーじゃねえや、なんだっけ、マネージャーからの検閲とかも入るっぽいけどさ、な俺にできることは何かっつったら、まあ文章を書くことのが一番いいんじゃねえかなという次第で、あことでこういう思いに至った次第でございますので、いや皆様にはもう少々リアルの続きはお待ちいただけないかと、そういう連絡でございます。はい、ニャンパス。